はいこんにちは田中美です今日はですね、今月、自民党の総裁選というものがやられると思うんですけれども、それについて語ってみたいなと思っています。私ですね、あの政治に、ま、興味がないわけじゃないんですけれども、あまり詳しくないんですよ。なので、まあ このチャンネルでは私が苦手なトピックも積極的に扱っていきたいなと思っているので今回あえてその政治ネタに取り扱わせていただきたいなと思っているんですけれどもなのであ,のあらかじめ最初に申し上げておきますけど非常に誤った理解があるかもしれませんしあともう一つこれ私の心情として特定の誰かを応援したりとか特定の誰かを中傷したりとかそういった意図は ないといとうか私、そこまでそもそも政治に詳しくないので、えーまあ、誰かを応援しようがないというようなところが正直なところなんですけれども、えー、なので、まあ、そういった、えー、私のその前提の上であの総裁選をどう見ているかとか、えーまあ、持てる知識を動員して語っていこうかなと思っています。であの そうですねちょっといつやるのかはちょっと私今そこも把握してない状況でえ大変おこがましいんですけれどもまあ小泉進次郎さんであるとか石破茂さんであるとか河野太郎さんえあと高市早苗さんなどそうそうたるメンバーがえーあと小林高之さんで,よろしいんでよろしいんでしたっけえだえまあ出馬されてるということなんで。 私もちょこちょこお名前を拝見させていただいたんですけれども私がどんな私の立場からどんな方が次期首相になってほしいかって,申し上げて,思,って思っているかと申し上げますと、えっと、ま一番に経済政策の方を重視してほしいなと思っているんですね。 やっぱ今日本ってインフレに苦しんでますし、円高あ、円安でしたっけ、今若干円高になってきてると思うんですけれども、そういった面で結構、給料がえ円,円安の状況に追いついてないとか、インフレに追いついていないとか、いろいろ国内でえ苦しんでらっしゃる方々、私もなんか、今、最近、物の値段ってすごい。 上がっってんなと思ってて私あの近所のマイバスケットに行くのが好きなんですけれどもまあでも私チョコが好きなんで適当よくチョコを買うんですけれどもえ買いたいと思ってたチョコの値段が上がっていたりとかあのバナナも好きで毎日バナナ食べてるんですけれどもバナナの値段が上がっていたりとかまあそんなビビったるこ話なんですけれどもまあ地味にそういったところが上がっていくと結構きついなっていうのは感じている次第なんで。 でまあ、経済政策をちゃんとやっていただける方に、えー、なっていただきたいなと思っているんですよ。でまあやせっかく今今年から、えー、新ニーサというか、えー、日本人の投資マインドを上げるために、えー、そういった制度が、えー、出てきまして日本人も今積極的にそれを活用されてると思うんですけれども、まあ、そういったその投資のせっかく上がってきた投資マインドっていうものに対してまあ冷や水を浴びせるような えー、政治になってほしくないなと思っているんで、まあ、第一にその、まあ、どなたかはちょっと、えーまあ、申し上げづらいんですけれども、あの金融所得に課税するっていう方とか、えー、を掲げている方とかいらっしゃるじゃないですか。ちょっと、えー、そうなってしまうと、別にその人の政策が良い悪いとかじゃななくって。 まあその日本人の投資マインドがえ下がっていってしまうとの経済的にもえ落ち込んでいくんじゃないかなと思っているんでえそこに関してはそのまあもし可能であるならばその金融所得の方にはえ課税しない方向でどな,たになってどなたになったとしてもそういった方向になっていただけると私はえ助かるんですよね。というのも私フリーランスで。 えやっててまして税金とかなのでまあまあこれフリーランスになった方はえすごいえ分かると思うんですけれどもあ会社員からフリーランスになった方とかでもいいんですけれども結構そのいろんな制度とかって活用することができますしえそれによってまあ えー、自分の授業を有利に進められたりすることもあるのでそういった、えーまあ、制度を有利に活用していくためにはやっぱりその経済がもっと上向いていかないといけないなと思っていますし、えー、それに、えーまあまあ、日本人が今後どんどん、えーまあ、独立であるとか、えー、私なりにフリーランスになるであるとか 会社を作るであるとか、そういったマインドを増やしていくためには、やはりその経済成長というものに重きを置いた政策を投じてくれる方がいいかなと思うんです。まあそれに含みますで解雇規制の問題とかあると思うんですけど、私あの会社員になったことが <laughs> 一度もなくって、ずっとフリーランスでやってきてたんで。 そのまあ、労働組合のこととか、えー、どれだけ介護が難しいのかとか、えー、そういったことあんまりくというか全然詳しくないというか分からないんですけれども介護、まあまあ、規制があることによって、まあ、本当はそんなないとも言われてるんですけれども、まあ、あの労働者の権利、まあえー、が、えー、結構日本は強いと言われてるのでそこの。 一度雇ったら解雇しにくいっていう状況っていうのはやはりそのまあ給料が上がらない気になっている一つじゃないかなと私は思っているのでまあそうですねあのまあ解雇規制っていうものにはまあ正直まあもしそれが強いんだったら今より若干緩めてもいいかなと思っていますしただそれをやる上では必ずそのまあ 割を食うという言い方はどうか分からないですけど、それによって、会社から会社を退職せざるを得なくなった方々とかが、ちゃんと次の職業につけるようなセーフティーネットであるとか、一時金であるとか、次の職につけるまでの一時金であるとか、そういった制度っていうものはちゃんとしっかりして、上でやっていただくような形にした方が ただ私的にはあの日本人にその、まあ、アメリカみたいに完全に自由に解雇したりとか雇ったりっていうのはちょっと合わないんじゃないかなと思うんで、まあ、そこら辺は日本独自のやり方っていうのを見つけていかないと、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなと思っているところではあります。えー、なので、まあ、次の総理になられる方、えー、まあ バランス経済の方も、えー、そうですねあの国防の方もそうなんですけれどもまあそのあたりもちゃんと意識していただけながら、えー、やってかやられる方にその総理になっていただきたいなと思っていますあともう一つ思うのが野党も立憲民主党の方が今代表選やられてる ちょっとうろ覚えなんですけれどもなんかその野党の方に注目が集まっていないっていうのもちょっと個人的にはどうなんかなと思っていてま自民党が注目を集めるのはそれはえ第1党なんで当然として与党なんでそうなんですけれども野党が日本はちょっとえ弱すぎる気がしていてその。 本当はその自民党と、あともう一党、政権与党と野党、アメリカの二大政党制じゃないんですけれども、常にこのっ抗したバランスじゃないといけないなと思うんですよ。今、日本でそうなってないので、新陳代謝が悪いというか、それしたらまあいろんな問題もそりゃ起きるよなと思っているので。 まあ、野党の方にも、えーまあ、頑張って、えー、いただきたいなと思っていて、まあ、お互い与党と野党、えー、大きな制度同士が監視し合うっていうのが理想的だなと思うので、国民もそういった目でやっていかないといけないなとは思うんですけれども、なので、えーまあ、与党の代表、えー、総裁選もそうなんですけれども、野党の方々にもぜひ、えー、頑張っていただきたいなと思っています。 いやこんな形になってしまいましたけれども、えー、皆さんどう思ったでしょうか、えー、ご意見ある方は、えー、ぜひとも、えー、コメントいただきたいと思います、えー、よろしくお願いしますそれでは